皆さん、こんにちは。月曜日から金曜日まで、毎日バンコクからお伝えしている万歳応援のチャンネルをご視聴ありがとうございます。今回の動画は、バンコクの中華街にあるミシュランビブグルマンに認定されたお店で、プリプリのエビシューマイをいただいてみたです。何度もお店の前を通っていたのですが、テイクアウトができるだけで、お店でいただくことはできませんでした。ミシュランビブグルマンの認定を受けているので、いつかはいただいてみたいと思っていたのですが、ここ、タイでも、コロナ感染の勢いが衰えてきて、同じようなお店も次々とお店でいただけるようになり、ついにこのお店でも味わってみることができたのでした。中華街、イサランドパップ通りのにぎわいと、まだ本格的な営業ができていないと思われるお店の中で、評判の一品をいただく様子をご覧になってください。それでは、ワットマンコンの横、プラプラチャイ通りから始めたいと思います。はい、こんにちは、万歳大家です。またまた八原に来てます。ここはですね、プラプラチャイ通りの細い筋入ったところ、トロッアノワって書いてありますね、その前にね。あれ、そのこのすぐ隣がプラプラチャイ警察署、ね、警察官の人たちがね休憩してますね。ここはもう今ね、時間12時15分、お昼だけなので、このお蕎麦屋さんとかね、お客さんがもうね、いっぱい来てます。今日はこの中のお目当てのお店は、まあ、いくつかあるんですが、開いてるかどうかわかんないからね、開いてたらそこでいただきたいと思います。はい、こっちの方のね、お寺両方見えますが、これがね、ワットマンコンです。地下鉄の駅になってますね、ワットマンコン駅です。はい、それでこの前もね、この辺りフラフラした時にね、あそこで、そこに見える、それは、グワキアハイナンっていうね、ハイナンスイーツ20バーツ、ね、ここも何度もねいただきました。はい、ここからまたね、この通りに入ります。この通りの名前はですね、イサランドパップ通りでした。この通り ね、猫ちゃん通りって言いながらこの前歩いてたんだけど、まあ、猫ちゃん通りなんですけど、今日はその猫ちゃんいるかな、シャム猫ちゃんです。イサランドパップ通りのシャム猫ちゃんで、この通りのね、途中にね、お目当てのお店があるんだけど、どうかな、ミシュランビブグルマンのお店なんですけどね。いやー、すごい人だな、これ。あ、ここのね、あの揚げ物、この店もね、あの100年の伝統の技、100年続いてるお店なんだそうです。あ、やってるけど中で食べられるのかな。谷だめ。谷だめ。いや、この店です。なんかお店に誰かいるのかと思ったら一人でした。後ろにいる人たちはみんなね。ここエビワンタンが美味しいんだけど、ミシュランビブグルマンなんだけど、あ、作ってきました。あ、古墳か。エビシューマイだけど、そのまま持ってきちゃったね。あ、古墳か。あ、あれ、シーユーじゃない、なんた、水油、水中、水中、あ、トムタ。じゃあまずそのままいただいてみます。ミシュランのエビワンタン。
これはプリプリ、超プリプリ。아니추추알아요추에어컨어에어컨에어컨나무고고가네다들끝났어아바로합니다でいただきました。はい、それじゃあ、これ餃子かねシューマイか分かんないんだ。名前聞いたんだけど分かりませんでした。じゃあね、アジャムちゃんの場所行きますよ。あ、いないよ、ジャンゴちゃん、今日。ジャンゴちゃんいません。そうだよね、そこにお父さんいたらジャンゴちゃんいづらいよな。ここ、コアジャップのお店だな。ここ、コアジャップ行ってね、もうちょっと先行くとね、右側にね、もう一点コアジャップがあったと思うんだけど、コアジャップのお店ね。ここイサランヌパップ通りです。バンコク中華街ヤワラートのね、イサランヌパップ通り、バンザイオーヤはイサランヌパップ通りからチャロンコン通りの方に向かって歩いています。今日は8月19日金曜日です。子猫ちゃん発見です。ずいぶん大きくなったよね。起きちゃった子猫ちゃん。めめおいおい、なんでこっち向かないの。グリ、ニャーゴちゃんはどちら。おっぱい飲むのやめましょうよ、あんた。でかいのにおっぱい飲んでる。おい、ニャーゴちゃん。おっぱい。ニャーゴちゃん。ちなみにタイ語でおっぱいっていうのはあっち行けって意味ですよね。おっぱい。はい、あっち行きます。お元気でね、ニャーゴちゃん。今からビクシー行ってね、カレーの道具買ってきます。材料ね。バイバイ。バイバイ。